去年1月、東北道で起きた多重事故で、仙台地検は昨日、大型タンクローリーを運転していた男を過失運転致死傷の罪で在宅起訴しました。この事故は去年1月19日、大崎市の東北道でトラックや乗用車61台が関係する33件の事故が発生し、1人が死亡、24人が重軽傷を負ったもので、 地吹雪で視界がが悪くなるホワイトトアウトが原因とみられていますこの事故で仙台地検は大型タンクローリーを運転していた大崎市の結城俊明被告を過失運転致死傷の罪で在宅起訴しました起訴状によりますと地吹雪で見通しが悪かったにもかかわらず時速およそ80キロで走行し速度を落とすなど注意義務を怠って前の車に追突し 65歳の男性を死亡させるなどした罪に問われていますまた速度調節などを怠って事故を起こし怪我をさせたなどとして岩手県の50代と秋田県の30代の男性2人を過失運転致死傷の罪で略式起訴しましたまた過失運転致死傷の疑いで書類送検された大型トレーラーの運転手ら合わせて7人は この事故を巡っては、15人が書類送検されていて、1人が在宅起訴、2人が略式起訴、12人が不起訴となりました。